ちが本物のクリームソーダでしょうか。こっちかな、こっちかな、そっちかな。正解はこっちでした。うん、うまい。今回はコンビニでクリームソーダゼリーを見つけたので自分で作ってみたいと思います。かき氷シロップ、炭酸水、ゼラチン、ナタデココ、さくらんぼ、バニラアイス。ではゼラチンを水に溶かしていきます。これを電子レンジで温めます。はい、溶けました。これを置いといて次の工程に行きます。炭酸水を測ります。うわー、いい音。かき氷のシロップを入れていきます。次にゼラチンを加えていきます。ではこれを冷やして固めていきます。あめ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 、ナタデココを入れるの忘れてました。これはね、氷を表してます。入れていきます。よいしょ、よいしょ。ではこれを冷やしていきます。よいしょ。固まりました。バッチリ。炭酸水を使ったので泡がうまく出てます。ではバニラアイスを盛り付けていきます。はい、完成しました。夏っぽくてとっても涼しげでいい感じです。では早速食べてみたいと思います。いただきます。炭酸をゼラチンで固めたことなかったんですけど、炭酸のシュワシュワ感がゼラチンで固めた後も口の中でシュワシュワしてる。これは美味しい。簡単だし、めちゃくちゃ簡単にできるので皆さんもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画シリーズが見たい方はこちら。そしてメインのゲーム実況チャンネルはこちらから登録をお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。